ギリギリ起きました。すみません。え？ギリギリに7時に起きてて、ボケーっとしてました。すみません。申朝し訳やない。ばいねんな。やっぱりあれやな、AI とか IT 系の人って夜型やねんな。はい、すみません。そうです。はい、夜が、すみません。申し訳ございません。はい、今日は何？ 2024 年8月、今日20日かな？え？8月の19ですね、あ、本日ね。19、8月。マイク昨日秋葉原で新しく来たんですけど、声どうです？綺麗ああ、になりました。ちょっと響いてる声になってんな。なんか本当に。演歌歌手みたいな声になってんな。これでどう？これ入ってる？これ。だいぶ。エコーなくなった？聞こえてるよ。よかった。エコーはどうです？変にエコー入ってます？いや、気にこせんれでは？よ。何でも一緒やから。本当ですか？大丈夫かな？せっかく前に向かったのにな。これどういう感じになってんのかなと。はい、2024年の8月19日でございますと。月曜日ですな。はい、始めましょう。よなんろしくお願いか、あします。れやな、前回のぐたぐたは、皆さんにお詫びしとかなあかんな、ぐたぐたな。ぐだぐだすぎてちょっと、そうですね。あんまりね。好評ではないですね。全然やる気なしみたいなな。目的がなかったですからね。じゃあ、目的、だから、あれ、目的がないですからね。そんなに、あんまり、なんだろう、なんでやってんのみたいな感じに思われちゃうから、あんまりよろしくないんじゃないかまあ何でもええやん、別に。な。まあ、なんでもあり。はい、今日も物好きの皆さん、こんにちはと。こんにちはと、よろしくお願いしますと。まっちゃん、最近どうなんですか？まっちゃんの方は。現状は変わんない感じですか？まっちゃん自身は、い全然。やー、俺はちょっとなんかもういろいろ勉強せなあかんことがいっぱいありすぎて。どんな勉強をしないといけない感じなんですか？船のエンジン。船のエンジン？またなんで船のエンジン？いや、自分で何でもかんでもできるように。お金かかっちゃうからってこいや、お金かかるとかいうより、やるの、いや、お金かかる以前にやってくれる人おらんから、マリン業界ってな、人手不足やしな、そもそもええ加減やからやってくれへんとよ。いくら払っても。もう自分でやらなしゃあないと。だから全部自分でやるって感じなんですね。そう、できるように勉強しましょうということで、ちょっといじくって遊んでんねんけどな、なかなか、まあちょっと、やらんことには始まらんので、失敗してもいいからいろいろやってんねんけどな。そうなんですね。失敗してもいろいろやってるって感じなんですね。そう、だからこの年になって、ああじゃあこうじゃいじくって、なんかた、な、何て言うかな、プラモデルで遊んでるみたいなな。だから車好きの人って俺やろ？自分でいろいろ改造していじくったりする？あのレベルのはるかに、何て言うかな、労力と時間のかかるバージョンみたいな。大きいしな。何もかも。大変ですね、それはそれでね。そう。だなるほども。からもう、まあ当分、これで死ぬまで楽しめるかなと。はい。死ぬまで楽しめるかなって感じで。でね、大学辞めた息子？息子さん、福君でしたっけ？おう、昨日、愛媛県行った。愛媛県なんで？なんか養殖やるんやって、魚の。大学行かすだけ無駄やったなと思って、もうしゃあないけどな、今まあ。度、養殖行かれるんです。ようそうわそうからなそう。いです。まあ養まあ、殖業。でもね、いいんじゃないですか。ご自分がやりたいことだったら別に、なん僕か一は時何でも。寿司職人になるとか言っとったけどな、なんか職人ってま愛たそ媛り県ゃ行くっそて言うれでから、さ、どうなるかなって思いますけどね。寿司寿司職職人辞人。めて養殖業 意味わからんもん、もそう。れは意味わかんないでしょまあ、まっちゃんとこはおじいちゃん漁師う。うーん。で、親父漁師で、俺が釣り、で、息子は養殖 変わってるというか、変わってはいますがまあ本人は気楽なんやろな、そういうのが。な。そうね。気楽だからやってんだろうけど、そうそう、都会ね。嫌みたいからな、なんか田舎の方がいいらしいわ。彼自身がだってそんなってさ、すごい人間じゃない？みんなそうなんだけど、そんなになんだろう、コミュニケーションができる子かっていうと、そうでもないからね、彼らは見てると。そう、だから山あって海あるとこがええみたいで、どう思う？まっちゃんの周りの人たちってコミュニケーションが得意な人かっていうとそうでもないよねっていうのは本音。まあ、俺の周り苦手な人多いよな。重くないですか結構。だってこの間のパーティー行った時もそうですけど、あんまり皆さんそのすごいコミュニケーションバリバリ取るっていう人ではないよねっていう感覚は
戦いましたけどね、僕。好きなようにやってますみたいなな。そう、好きなようにやってますよっていう人が多いですね。ほとんどそういう人ばっかりでしたね。世界のニュースな。世界のニュース的に言ってしまうと、まあ、日本は後のテーマにしますけど、世界地震というのはパリのオリンピックが終わったのかな？何やってんだっけ？オリンピックじゃん。オ見てリンる人ピック。おらんやろ、あんな。ああ、俺もないんです。全然今回さ、より話題になってないっすよね。話題どころか誰も見てないの、あんなもねん。バカバカしくて。え。これで最後違うかな、多いや。ねえ。いや、分。今回で終わり違う、オリンピックはもう。本当。なんかね、全然ね、なんか前の方がまだ、まあ、あの開会式のああいう様子見てると、もうあれぶっ潰すっていう勢いでやってるからな、ぶっ潰すというか溶けてるというかだから俺な、悪の祭典っていうのをバラしてる。で、バチカンも怒り出してるからな、気が狂ったように。だから、バチカンが怒るということは何なのみたいな。だから、バチカンはもう中入れ替わったってことやな。だから、そう。だから、商業主義的な、金儲け主義的な、なんていうかな、もう、そういう、宗教を使った、もう、金銀財宝を集めまくってるようなバチカンから入れ替わったんじゃん、ほら、もう、だからあれ。もうトランプにやられたんや、ほら、あれ、プーチンとトランプに。だからバチカンが正常化してるってことですよ。中綺麗になってるってことですよ。それが怒り狂ってると。面白いな、これ。ほんと、もう今回で終わりちゃうか、オリンピックは、もう地球の。本当になんかオリンピックが7月26日か8月11日の金曜日に開催されましたけど、なんか全然なんかそのムード感もないし、話もなかったし、話題も出なかったし、まあ、ただ、それはじゃあ、あれよ、その人とか、その人たち、その脳内思考のエリアによって変わってる、みんな。そひのた人すにいらそる。ればっか見てる人もおったり、もちろ んそ全れ然は違う確か世界に。におる人もおるとかな。ああ、確かに人によっての価値観だったりとか考え方は違いますから、そう一旦にはなってませんけどね。確かだにから、ね、おっしゃっみたん通りなそは。れぞれ地球の見え方が全く異なってきたみたいな。まあ、それはそうよね。そうね、そう別ね。世界におるみたいな感じって言ったよ、今。びっくりしちゃっだかた、ら、その株上がっ話。た、下がった、あらこうだよって喜んでる人もおったりな。もうそんなもん、どうでもええと思ってる人もいるもんね。確かに。この面白さっていうかな、もう。だから、ますます話合わない。まあ、住む世界が変わるからね、住む世界に変わると、もいる目線は全然違うじゃないですか、方向性だったりとか考え方だったりとかっていうのはありまこすのよ2極か3極かっていうのはすごいな、ほんとな。ね。いや、すごいですね、だから、ど本当んにどん進んでるな、こ能れ。力の差はすごく出てるよねっていうのと、やっぱり、その最近すごく感じてるのは、自分の持ってるこだわりだったり、使命を明確にしてると、誰も邪魔者がいなくなるなって思う。要は、結局なんか面白い話、自分がこれだって言って、その使命だったりとか、やるべきことっていうか、そういったものが明確になると、周りの邪魔者がどんどん消えていくんですよね。面白いですよね、なんかね。本当に。だから、まあ、それと、まあ、地球のニュースで言うと、一番は、あれですわな、商業主義というかな、要は、マネーによる支配ですわな、富による権力支配、これぶっ壊してるわけやからな。だから、もう完全に、なんていうかな、株はやられると、アメリカはな。だからゴールドが前哨戦で今、2500超えてきてるんですよ。2540ドルぐらいになってるんちゃうか？ 2537 ドルとかな。まあだから史上最高値をずっと更新し続けてると。まあそうな円んです建てのね。ゴールドは、まあ、ドル安が進んでるんで、円高ドル安で。まあ、円建てのゴールドはちょびっと元に戻したぐらいの感じのイメージになってるけど、ドル建てのゴールドは2537とか30超えて2540ぐらい迫ってるんちゃうか。まあ、そんなになんだ。だからこれからもっともっと上がりますよ、ゴールドは。それだけ上がってるんです。やっぱりゴールドいいな上がるんじゃないんだ。これいつも言ってるように、神、9ドルの価値がなくなっていってるんですよな。だから株が乱高下しだすと、さらにそうなる。
で、アメリカも内戦状態みたいな雰囲気になっていったら、ますますゴールドが買われる。だから、もう言ってるように、ハリスが出てこようが、トランプが出てこようが、どっちになろうがもう波乱ですわ、アメリカは。まあ、それの準備として、今、先々週ぐらいからかな、ロシアが Google 遮断してみたりとかな、YouTube 見れませんとかな、やりだしてんのよ。それもなんかどうかと思うけいどやいやいや、イスね。ラエルぶっ潰す準備、戦闘態勢入ったところですよ。ねえ、それもウどうクかライナとはの戦僕争はの終わ思うりけと、あとど。イスラエルをとどめさすと。で、あとトルコ、あそこも、あれよ、一部 Google 制限したり、インスタグラム見れませんとかな、もう遮断してるからな。で、あと GPS が使えませんっていうか、なんかいろんなことになってるけど、もう最後の準備入ったんちゃうか、イスラエル掃討作戦の。だからイランはやるでしょうな。だね、本当だよね。もう聖書通りやな、これな。すごいな、本当、地球って聖書通り。ただまあ、これぶっ壊れた後は、その西洋的なものがこう弱っていくっていう形になるんでね。だから、前から俺がいつも言ってる、西暦って何なのって話になるんですよ。西暦って何みたいそもそも西暦は何なのって話だよな。な。そう、なんでイエス・キリストの前と後なのみたいな。なんでそこが中心になってんのよみたいな。そこに話の根源が行くわけよ、今回、これ。面白いろ、これ。面白いですね。日本の場合で言ったらな、なんで勝手に西暦で区切んねんみたいな。どうもおかしい話私だたね。ちはその前4000年、5000年、もっと古い縄文があったのにみたいな。そうですね。なんで勝手にそこに西洋暦で始めんねんみたいな。そういう逆に話違にうなやる。んって話ですよいや、ね。面白いぞ、これ、ほんと。いやー、またそこでまた三極化ぐらいになっていくんじゃん、人間も。三極化がおもろいあー、な。すごいな、これ、ほんと。もう、まあ、感慨深いですな、これはな。まあ、感慨深いっていうか、すごい、そこら辺って、個人的に思うのは、本当に、今までのやり方が、ルートが全然変わってくるなってのは思いますよね。まるっきり変わるぞ。だから、本来の道の、その、道、本来の歩き方、動き方、行動の仕方、それがまるっきり変わってくるから、本当に迷ってる人は全然迷ってるし、路頭に迷ってんだろうなってのは、すごく見てて感じるのがあるのはありますよ迷ね。ってるというよりは、本人は分かってるような分かってないような、なんかよう分からんけど行き詰まってるみたいな感じ？それはありますね。なんか分からんけども、株とかビジネスみたいなものに一喜一憂してる私って一体何なの？みたいな。そうね。一体私の存在価値って何みたいな、そんなそ話もあうるいようね。行き詰まりになってんちゃうか、今。でもそれはそうかもしれないな、本当に。特に銀行員とかな。これ、いや、なんかそんなことはありえんとは思ってたけど、やっぱりそうなっていきそうやな、これ、みたいな。でもそうなってきそうっていうか、そうなっていくような動きになってるから、だから、こそその人間の行動パターンも変わってきてるわけだしね。そう。で、でっかい組織からは、優秀な人からみんな辞めていってるからな、今。やっぱり、どんどん辞めてるからな、会社員全も。然変わってきますよね。考え方も違う、行動パターンも変わってくるし、やっぱり全然見え方も立場も変わってきますね。本当に。それはすごく感じてますね。そう。だから、もういつもだから言ってるように、会社辞めて、じゃあどうやって生活すんのっていう感覚って今まで持ってたやん。ちょっと前まで、1年、2そう年ね、前。持ってましたね。それがない人が増えてるんですよ、めっちゃもう。100%増えてると思いそまれすがどうよ。したのみたいな。そんなん別に生活なんかどうでもなるわ、みたいな。だから、すごい解放されてる人増えてるぞ、今。もう。だから、もう、なんて言ったんやろ。要は、だから、商業主義が作ったシステムにバカバカしさを感じてきた奴らがいっぱい出てきたって感じだよ。バカバカしさっていうのはちょっと語弊があるかもしれないけど、使えないよねっていうのを自分で言えるようになった人が多いのかなと。要は前は、与えられたものを受け入れてる姿勢があったけど、それをもう報道でもお前らこんなの作ったって使えないよと、使わないよという人が増えたのかなと思うんですけど、どう思います？まあ、これだから世界的というか地球的な場合、アメリカ的なもんでいくと、これの代表格っていうのってドルでしょ？うん、ドみルんだな。ね。マネー信仰でしょ？
で、中国で行くと人民元でしょ。これ進行してたわけでしょ。これ根底からぶっ壊されるからまあそうね。だからそな。もそもその仕組みが揺らぐというか、もう揺らいじゃうというか、ガタガタガタそう、だから、パーンとかね。新ドル出てくるわけやからな、ゴールドそうですに。ね。ほんだらな、それが信じてたわけでしょ？それただの神になったらどうなんのって話になるんですよ。まあ確かにね、神になったらどうなのって話だね。すごいな、これ、だから。まあ確かにね。すごない、これ。一体どういうこっちゃってみたいな、そんな感じですもんね。もうその時は改心せなしゃあないよな、まあ前確か世にのね、な。確かにね。信じてたものの代表格でしょ、それ。そうね、信じてたものがどんどん崩れていきますからね。そのためにビジネスなんたらみたいなやつとか、あと株がどうしたみたいなやつとかな。なんか大前提がそれでしょ？まあそうね、それ根底からなくなんねんから。まあ、根す底かごらい。崩れるっていうのは一大事な話ですからな。それだからなんとかセミナーとか資産運用ってそんな意味あんのかみたいそうね、な。確ほかんに。とだから2、3年前まではあれよな。年金がなくなったらどうしようとかな。なんかこう不安に思ったり心配に思ってる人おったけど、もうここ来ていよいよもう遺族年金もちょっと出せませんとか言い出したらな、もうええわ俺らって日本の場合もなるよな、もうああ、ええわもうそれも。自分でなんとかしないといけない時代にはなってきてるのは事実じゃないですか。もう全部だ自から分そでのやるっなていんとう。かするというイメージがなくなってるんですよ、もう今。ああ、そもそもなところか。なるほどどうにね。でもなるわと。どうにでもなるか。なるほどね。だから食べれる野菜と食べれる魚あったらええわけやからな。そうね。それがあれば何だっていいですもんね。確かに何だっね。ていいわけじゃん、そんな別まあ、に。正直食べられるものがあれば、ここはなんとかごまかしできるもんね。確かに。いろんな税金払って、社会保険料払って、病気になって、病院行って、薬代払って、んで、子供に塾行かせて、余分な金ばかり使っとったわけでしょ？今まで。それ余分全部省いたらどうにでもなるわ、これ、みたいな。正直、やろうと思えばいくらでもね、できまそすらもんね。そうよ、うちの子供だってな、そら大学まで行かしてな、塾まで行かしてやっとったのは、養殖業かよ、みたいな。それ中卒でよかったやろ、みたいな話や。いや、でも、やったからこそ見えてくる世界って、やっぱり世の中の物まあ、のそう理そう屈ってあそう。るじゃないですか。結局、やらせてみて全部は経験だから、てか、思うんですけど、全然話ちょっと出てちゃいますけど、経験をしないで語る人が多いなって、やっぱり未だに思っていて、一つ、全部いいから自分でやってみなよと思っちゃうんですけどね、本当はそう、ね。何でもね、自分でやったら一番面白いですよ、ほんと。そうすると自己成長すると思うから、全部やったやつが本当に強いと思いますよ。そう、本当まっちに。ゃんだから船の整備頑張ろう思ってるからな、これ。まっちゃんは本当に船の、で、この間は本当に何人ぐらいで行かれたんですか？前回の、なんかわからんな。わからん。俺上で動かしてるだけやからわからんね。何人おるんか。そうなんですか。観光業みたいな感じなんですか？違う違う違う。俺は上で動かしてるから。下に何人乗ってるかわからんみたいそんな下の人と交流はしてなかったんですね、全然。な。数えてないって感じ？興味がないと。いや、そんなわけじゃないけど。それと、あとあれやな、岸田が辞めますと。これは今回のテーマですね。その日本、そのね。私はもうあれですな、私はもうこれで、なんていうかな、なんていうかな、私のお役目ごめんと。あれですか、そのまっちゃんが、その岸田がもう劇をやってるというふうな、ことをですね、前回お話とか、先週の、以降の話も言ってたじゃないですか、そういうことをしているというのは。どうなんですか、これもやめるっていう一つの劇なんですか？岸田の次で最後、なんていうか、壮大なエンディング？まあ、自民党に対してね、自民党、もうこれ戦後のな、戦後の自民党体制を終わらせる最後の役目が次ですから、これね、だからね、今回、岸田お役御免になったのは、まあ、今回総裁選っていうのもあるしな、解散総選挙はないけどな。総裁選ですわな。でね、お役御免になったっていうのは、もう一回岸田やっても、ちょっとあんまり国民怒らんぞと。もうちょっと怒るやつ出してこようか、みたいな。誰かな？次誰来ると思う？
まあ、みんないや、ろいろ手挙げてるけどな、石場、まあ正高市。直、あんまり興味がないのは事実なんですけど、ま石場、高市、で、あと加藤、あと河野太郎が、あと小泉の息子とか、まあ誰がやっても一緒やねんけどな、あ。まあ結ね、局、正同じ直ことやねんけね、そんど。な変わんない気がしますからね。俺多分今回な、わからんぞ。半分な、50%、50%で俺今回な、麻生太郎ちゃん。麻生太郎ちゃんが自民党最後ぶっ壊すのにちょうどええと思うんですよ。なんでますか。またうん、麻生やっさん。ぱ薩長から始まってますからな、あれ。今の支配体制っていうのは。だから、薩摩と長州ですわな、明治維新からですわな、これ。ね。だから、まあ、長州はご存知のように、ですわな、安倍さんですわな。まあ、あれはそこで終わったと。ね。で、あと、薩摩の代表格がおるわけよね、これ。麻生太郎。で、これもぶっ壊さなあかん。まあまあ、象徴としては、麻生太郎で終わるというのがええんちゃうかな、長州。だから、トランプが出てくるのはほぼほぼ確実なんで、麻生太郎がトランプに呼びつけられてボコボコにされるみたいな。感でもじかな。ちょうどあれですよね。トランプが、11月に、アメリカ大統領は11月かな。11月の選11挙月にな。決まる、仮11に決、月の8日か、なんかね。その辺違うかな、ちょっと忘れた。で、1月に大統領として出てくるってことだから。そうだよね。それが一番大きいですよね、ただそうまあ、すんなりとはいかんと思うよ。すんなりとトランプ圧勝ってならんと思うよ。あ、やっぱりそこ何か一は、悶着あると思うよ、まだ。悶着あって、またやるっていう感9じです。月、10月、あと2ヶ月半あるわけでしょ？なんかいろいろあると思うぞ。また撃たれるとかな。また撃たれるとかか。あと移民が暴動を起こして内戦みたいになほ、る。暴動内戦。ああ、で、そうです選挙か。ができへんように持っていかれるみたいなやつとかな。で、選挙やったとしてもまた不正やとかな。なぜかハリスが勝ってしまうみたいなやつとかな。ほんで国民怒りまくるとかな。まあ、すんなりとはいかんと思うよ。ここまでもう最後やからな。あと2ヶ月半であの人らももう終わってまうわけやな、トランプ勝ったらもう。だからもう、商業主義の人。必死こいてやってくみ必たい死でしょうな。な。必死通り越せんちゃう？あれちゃう？自爆で突っ込んでいくんちゃうかな。自爆で突っ込んでいく。俺らがで、俺らがこう、俺らの言う通りに世の中動かされへんやったら、もう地球丸ごと吹っ飛ばしたいと思ってるからな、ほんまに。それイスラエル使ってやってるわけですけど、あれイスラエルはもう負けるんやからな、これ。そうですね。イスラエル負けるってことはもう、何もないみたいな感じ。丸ごと吹っ飛ばしたのかって、イスラエルは。まあまあ、いいですね。確かに。まあ、それも制圧されるけどな。制圧されるからね。なるほどね。おもろいな。でもな、そっか、そういう形なのね。でも、日本の岸田が、あれだな、やめるっていうのも、また時代の変革というか、今回でもそんな叩かれてなかったと思うけどな、い岸や、田もう全は。然叩いてないな、みんなな。もう今回飽叩きかれて、た。飽きたというか、逆に俺はそのまま岸田のままフェードアウトしてもよかったんじゃないかって思ったんだけど、どうなんだろうもうな。叩く気もしてへだと思いますん。し、もう勝まあ、手にせえって感じでしょ。ただ日本人として日本のためが思うのであれば、政治のところを積極的に叩いた方がいいし、叩ああ。くべきなのそんか。な政治は、政治にそれを求めるのは無理ですよ。明治だ維新よのね。な。そうね、やっ確ぱかに。り外国、舶来の通りに、言う通りにやってますからな。確かにね。イギリスから始まりな。だから、で、イギリスからそう明ね。治維新はそうやけど、ね、いつもイギリスが後ろおるわけですよ。で、戦後の体制、1945年の敗戦以降はアメリカが後ろにおるわけですよ。これの指示で動いてるだけですからな。それはもうないですよ。過去に一回もないですから。自分の意思を持ってやってるってことは。そうね、やっぱりね。結局、誰かのもし言うでこもと。あったら殺される？中川さんみたいに。確かに。誰かのね、指示の通りに動くっていうか、ね。だから麻生太郎ちゃんが一番ええと思うぞ、最後。吹っ飛ばすまあ、の。本当にそりゃそうだな。まあ、ちょっと岸田な、長かったな。飽きたな、も飽きましたね。う。史上最悪。飽きましたね。まあ、本当にでもいろんな人がいるから気をつけないといけないなと思います。だから、結局、その皆さんどっか誰かしらにコントロールされてやってる部分があるからね、そこはね、注意すべきだよなって思いますけどね。あ変いちなゃん、とちょこっとなの今に。日のテーマは？あ、今日のテーマの岸田の話にしようと思ったの。ないよ、話。岸田の話だって、日本、
聞きそたれはくだっもないて、やろ、そんな。いや、でも、もう本当に日本の、だって総理大臣が辞めるってことは、また新しい動きが始まるってことじゃないですか。ニュースが始まる。え、始まんないの？俺、てっきり始まると思った。だから、始まらんよ。え、岸田が辞めようが、何が辞めようが、基本的に揺るがない、変わんないんだ。結局のと自ころ。民党のとどめが次ですよ、だから。ああ、結論はそこなんもうだ。とどめなってんねんけど、うなんん。か、まあ、何やっけ、やと思う、あの調子やしな、全部。どれももうバラバラやからな。だから、日本の場合は、その誰がなろうが、国民そっぽ向いてるの違うんが、もう飽きてるから、飽きて、ああ、そうなんだ。ああ、河で野太郎がも、出てこようが、岸田内閣が出辞てこめようが。ようが何方が世の中の動きは変わんないから、じゃあその場合って僕らというのは別に、なんだろう、結局根本的には変わんないっていう認識でいいってことだな。ね。いやみいんや、な、変わりますよ、アメリカに潰されるってことですよ、ああ、より、よ自民り、党は。自民党は、トラなンるプでとほど。どめですよ、完全にも。もう刺されるじゃないですか、こう、刺さ、いや、そもう、れはないよ。もう、なんていうかな、今までの金返せとかな、米軍服とかな、あとは暴露、自民党のこう、あいつとあいつとあいつ、昔、もう死んだあいつとあいつも、何？その日本の税金集めて、くすねて持っていっとったと、日米安保で金つ、ね、集めて持ち逃げしてたやつおったと、こいつとこいつとこいつやと、もう出てんねんけど、もっと表に出る。それでも日本国民であんま怒らんでしょ、ほんまに。怒らないっていうか、知らない人が多いかもな。岸田で怒らんねんから。あれ、ただ、ちょっと想定外だと思うぞ。岸田にもっと怒ると思ってたと思うんですよ。みんな、ああ、そうなんだ。あんまり怒らんもんな。怒らないですね。まあ、だから、あれ見てたらわかるけど、中央政治っていらん国なんですよ、日本って。別に用事ないんですよ。だから誰やっても一緒やし、ね、いらんのですよ、アメリカなんかはいるんですから、強いリーダーが。日日本っ本ってていいならいん。よね。日本ってやっぱり、その村社会っていうか、各それぞれ村みたいな形になってるから、なぜかなんか、そんなに、なんだろう、勝手に自分たちが勝手にやって勝手に暮らしてることが多いかなって、すそうなんげえです思いよ。ます。うん。永田町があろうがなかろうがどうでもいいんですよ。はて言うと、霞が関もあろうがなかろうが、どっちもええ、どっどっちちででももええんでしょうね、多分ええ。だから、いね。らんようになるはずですよ。あんなんなかったって勝手に回ってるかな、みんな。それは勝手に回るってのがすごいけどね。それが世界で唯一ですからな。だから、お役目をちゃんときちんと全うして、仕組みが全部もう、でも、まあでも、この仕組みを作ったのはすげえなと思いつつ、でもそれを、その仕組みがおかしい、その言うこと聞かれて作っちゃってる部分があるからってとこですよ。海外の方から指示されて動いちゃってるから。これだって仕組みってさ、戦争起こる前からあったっけ？こういうちゃんとした仕組みって全部。構築されてるんでしたっけ？実際は。まあ、すごいな、それは。え、ってことは、そもそもが日本人の考え方だとかやり方がすごいっていう認識でいいんですかね？だから、元の仕組みの元っていうのは、世界的な仕組みの元っていうなってんのは、ユダヤ教とキリスト教とイスラム教なんですよ。仕組みの元なんですわ。で、ユダヤ教とイスラム教っていうのはもう兄弟なんで似たようなもんなんですよ。で、もっと、ちょっとだけ新しくすると、キリスト教がやっぱり元なんですよ。元ね。なるほどね。だから、システム構造の元っていうのは、やっぱりこの一神教の宗教になってるんですよ。なるほど、宗教で。そう。この宗教で何もかもをこうコントロールしてきたってことなのさな。これの根底から今回行くってことやから。で、日本の一神教ないわけでしょ？ないわけでしょ？ないで自然す信仰ね。ですから、自然弥生ですのね。神やから。まあ、それを、戦国の、ね、あの当時から外国勢が、ポルトガルとかが入ってきて、ね、ポルトガル、スペイン、オランダ、ね、日本あとイギリスですわな。ね、一神教を何とかして根付かそうと。ね、この文化を広めようとしてたんやけど、なかなか日本には根付かんないと。まあ、あの当時ではイエズス会ですわな。大概悪の巣窟みたいなな。で、この宗教と武器はセットになってきたんですよ、その辺ぐらいから。武器を売って宗教も売る、だから宗教を根付かすみたいな。金貸してな。だから、宗教に金と武器がくっついたわけですよ。で、これが最近のは、宗教に金と武器のおまけに、この医療、いや、薬、薬品、これがくっついたわけですよ。武器より薬の方が儲かると。
それが今、日本の医療費がこんなことになってるってことですよ、結局は。ん。だから、なるほど。武器で攻め出し、戦争より薬の方が儲かるよね、みたいまあ、な。だから人国をはぶっね、壊される病わのけ部よ。分があるからね。だから根本にあるのは宗教です。この一神教ね。だから世界ぐるっと見渡すと、ポリネシアとか、オーストラリアでも先住民のそのアボリジニとかな。アメリカもその先住民おった方がいいでしょ、インディアみたいなとか、いろんなの。そこを見ていくと、一神教なんかないんですよ。自然ですからな、あがめてんの。だから多分日本が今、これからの新しい時代、世界で一番進化してるんちゃうか。多分。一神教ない日本ってすごいよね、みたいな。ああ、すごいですね。やっぱり、なるほど彼が争ね。いのもとやからな。なるほどね。やっぱり宗教なんだな。そういうことなんですよ。宗なるほど。なるほど。教から始まってるんですよ、システム化は。なるほどね。そういうことなんですよ。奥深いですね、めっちゃね。奥深いやろ？奥深いですね。でも、だから、今の話を自分の内容に書いて、そもそもが、そのシステム、根っこにある日本のシステムはすごい素晴らしいものっていうふうに解釈をしているんですけど、それで当たってるんですよね。そう、だから一神教じゃないから、争いがないんですよ。だから、その根本的な日本という、その大和魂っていうのもおかしいですけど、その歴史から見ても、そしても、日本のやっている流れというか、そういう決まり事だったりとか、そういうのは本当に素晴らしいものだと。ただ、それを、海ただ外な、の方、大和魂っていう話はまたちょっと違うんですよ。違うの？あれそうなの？はもう大陸が入ってきてるんですよ、大和ってなってくると。そうなんだ。じゃあだ何？違から、うんだ。語源、大和の語源っていうのはやっぱり邪馬台国なんですよな。邪馬台国。なるほど卑弥呼ね。ですわな。卑弥呼。で、あれはまあ、実際のところはようわからんねんけど、おそらく九州、熊本とか。阿蘇の辺ですわな。そうなんだ。違うんだ。あの辺にあったと思われるんですよな、おそらくな、邪馬台国。はっきりと分かってないんですよ。だから、もうその邪馬台国ってなった時点で、もうあれは大陸から流れてきてるんですよ、いろんな人が。だからどうしても違もううん混ざってだ。るんですよな。まあでももっとその前言うと、じゃあその紀元前の、はるか4000年、5000年前。まあ、もう混ざってなかったんかって言ったら、意外ともその時にも混ざってると思うさ。要は日本列島から大陸へ一回出て行って、で、そのさっき言ったように大陸から入ってきたのが邪馬台国やったとしても、一回出て行った人が出戻りみたいな。そうなん混だ。血してな。そうなんだ。だから、どこまでがどこまでっていうのは線は引きにくいんやけどな。そうですね。なんかすごい、なんか僕の中だとすごく大和魂というか、日本で言うと、でも大和魂だなって、日本に文化における、要は概念、思考とか概念とか、体っても言うらしいですよね。もうよくわかってないんですけど、大和魂とただね、体っこて言のわれ大ます和けど。魂っていうのは、それはそれでいいんやけど、結局はでも前回のアメリカに負けた戦争あったでしょ？第一次世界大戦も第二次世界大戦も太平洋戦争もあったけど、あれも栄養に大和魂っていうのを使われたんですわ。ええようにね。特攻隊とかひっくるめてな。男子たるものこうだみたいな戦いやったな。そうね。あれがでし表ょ？情的なことだって感じですよね。これも結局は栄養に大和魂を解釈して使われたと。日本男子たるこういうものやと。武士道やと。ね。そういうことでしょ？無駄死にしてこいとかな。だからね、さっき言った宗教っていうのは根源にあんねんけど、その後っていうのは国ってあるでしょ？国。国の成り立ちみたいなやつとか神話風に作んねんけどな。で、要は国そのものが、ボーダーラインである国そのものが争いの種になってるんですよ。わかる？言ってんの。わかんないです。言ってることは半分は分かってるようで分かってないですけど、国そのものが争いになってるって、国そのものの存在が争いになってるっていうイメージでいいんですか？そもそも国を作った時点でおかしになってるんですよ。それは、例えば日本というジャパンという国というのとか、アメリカというアメリカという国という認識でいいです。アメリカっていうのは最近の国やから、ご存知のようにな。で、まあ、イギリスっていうのも、まあ、でもな、日本っていう国も、実際問題、じゃあ建国というかな、国っぽい形、国ですよっていうことになったのは聖徳太子の時やからな、大宝律令ですからな、あれ。
の辺ですよ。だから600年代みたいなやつ。600年代中頃から中盤みたいな。もうその前っていうのは国というよりもバラバラ。国らしい体はなしてないってことですよな。まあその、まあローマ帝国っていうのはヨーロッパで、結局ね、国っていうのは何なんていうか、王ですよ、王様。王が支配するために作るのが国ですから。だからこれから先は国って何ってなるんちゃうか？いや、いまだに思うんですけど、そもそも国の概念って、ちょっとその僕も生まれてもう当たり前ように国っていうのが存在してたから、もう国っていう情報がインプットされてるので違和感ないんですけど、改めて感じると、国ってそもそも何って思っちゃうんですよそう、ね。なんでそんなもん勝手に作んの？みたいな。そもそも国っていうものって、だって人間界においてただ作ってるだけの、おいてのキーワードの言葉の英語に過ぎないじゃないですか。どういうこで、とだ。まあ、住んでる環境だけと、住んでる言語だけであって、でも人間なのは変わりようないし、民族っていうのは変わりようないじゃないですか。同じね、同じ形生まれる。それは育った場所が違えば、色は変わるし、その適応にする場所においての見栄えになるのは当然な義務であってって思うとですよ。そうすると、じゃあ国って何？って思うわけですよね。ちょっと不思だ議ですよから、ね。要はね、国っていう線引きをすることによって、戦争っていうのが起こるんですね。まあ、そうだってそうですよね。だって国と情いう、報も違うし、言語も違うわけでしだっょ？てフィルターが違うから、それは価値観の共有ができないですからね。そそうれでしは戦ょ？争に起こりますわな。お互い正義ですからな、どっちもが正義ですそから。れは間違ってない正義だもんね。でね、この戦争を、はなんでそんなことするのかと。王様から見るとな。要はね、税金を徴収する方法なんですよ、戦争っていうのは。神から。世界中戦争なかったら税金集める意味がないんですよ、もう。理由がないんですよ。だから昔からずっとやってんのよ、これ。要は、戦争やんないと、国から戦争に勝つための資金を集めるというか、っていう名目がなくなってるからってこ民衆から年貢を集めようと思ったら戦争がいるんですよ。だから殿様とか王様が贅沢するだけに金集めた民衆、いかんでしょ？いかないっすね。いかんでしょ？いかないっすね。じゃあ大義名分として戦争で金いるからって言ったら、今も一緒じゃないですか、やってることは。実ああ、質。そっか。そうでしょ？コロ確かに、そうナのワクだ。チンも一緒ですから、あれ、理由は、理屈は。確かに。金を吸ってまくわけですわ。これがその理屈なんですよ。なるほどね。過去からずっと、ローマ帝国からずっと一緒ですよ。年貢を取るためには戦争を起こすんですよ。なるほどね。あとは、その民衆が堕落したときにまとめる。まとめる。ああ、なるほど、なるほど。要は、王様のなんかこう、悪さやってるのを隠すために民衆をまとめたり、敵作るんです、敵を。適用ね。なるほどだね。からガス抜きですわ。敵作らんとあかんのよ。一致団結してあっち向かえと。それがやり方ですわな、宗教性。よう考えてるよ、だから。王様は自分に矛先向かんようにするわけよな。民衆の怒りが。だから敵国を作るんよ。みんな一致団結してやろうぜみたいな感じにしで、た殺方し合いするが、わけな。その方が確かに一致団結するから、みんなにとってはハッピーだ。みんなの要は怒りがそっち行くしみたいな感じになるっで、てこ税と金ね。集めれるしな。それは一石二鳥だね。確かにね、やるで、のはね。王様贅沢放題みたいなな。もうな、こ確かに。れ。うまいようにできてるよね。確かに。まあ、だから国があり方を作って、国を維持するために、王が維持するために戦争を起こらして、民からお金を吸い上げちゃって、まあそこでやっていく。でも日本も同じか、でも、こうだこうだ言いつつ。そう、同じなんですよ。それ同はじだね。アメリカの核の傘の下におるってだけでな。単純にやってることは、どの国も同じこと、仕組みが、どこのグループに入ってるか、マスキングしてるかって話だもんね。だから近代で言うと仮想敵国ってやつが、なんか日本で言うと北朝鮮とか中国っていうのを仮想敵国にされてるわけでしょ？そうでしょ？ね？戦後1945年以降な。中国共産党と、朝鮮民主主義人民共和国が仮想敵国にしてるわけでしょ。これはアメリカが作った、CIA が作った、まあ、あれですわ。なんていうかな、システム？システムなんですよ、システム。で、その中国共産党っていうのに金入れてんのは、
アメリカ民主党ですわな。ドうル入れてんのかな。ね。中国強さしてんのかな。で、吸い上げると。ね。で、北朝鮮に金入れてんのもアメリカなんですよ。全部一緒。いやいや。で、仮想敵国にして、んで、日本の敵やと。で、日本守ったるぞと、日米安保。で、武器売る。米軍送る。で、全部金儲け。結局変わんねえじゃんって話です全部か後らね。ろアメリカみたいな。結局金儲けは変わんねえじゃんってとこですかね。そう、敵国。でね、今回は、この戦後のセッティングですよ。これ、セッティング、映画の舞台って言ったら分かりやすいし。ね、これやめるんですよ。だから北朝鮮と中国は敵国じゃないわけよ。敵国作るの好きですよね、日本ってね。違日本じうゃなくて世やん。界って金儲けね。にしてるわけよ。政治の。まあね、そうね。仕事を増やしてるって言ったら分かりやすいですわ。なんもないのに、ほんまは。何もないのにね、本当にね。のないところに煙を立てて煽ると。まあでも煽りたくなっちゃうんだろうな。で、防衛費が足らんと。つきましては皆さん、税金もうちょっと払ってくださいと。なるわけ。それはまだどうかとは思いますけどね、本当それにを持っね。ていくのは武器売ってるやつら。全部アメリカに行くと。まあ、アメリカというよりは、その商人やな。そうですね、商人ですユダヤ商ね。人ですわな。ね、ユダヤ商人ですね。偽ユダヤっていうやつですわな。似てる。こういう構造になってんのよ。本当だよね。で、これをいよいよみんながもう知ったと、世界中が。だから、このセッティングはもうやめましょうってなってるんです。それ、プーチンが言ってるのとトランプが言ってるの、もうやめましょうと。やめましょうってこだとから、ね。なくなるんですよ。まあ、だから、全く平和ね。になるんですよ。平和になるのか。ということはもう武器いらんわけよ。いらない、だから、税金もいらんわけよ、もう。ってなるんよ。なの、戦争、な国って何みたいな。まあ、どこの国も神話みたいなやつあるでしょ、建国の。まあ、自分の国はこういう神話みたいな、もうどこの国も作るんですよ、ちっちゃい国もな。作りインまドすネね、シアの確か国にでもね。な。そうね。偉大な、どんな偉大な王がおってどうだこうだみたいなな。それがないと成り立たんやんか。成り立たないです違ね。う？確かに、おっしゃる通りです日ね。本で言うと、イザナギイザミみたいなのがおってな。西洋で言うと、アダムとイブみたいなのがおってとか。あれせんと始まらんやん。じゃな始いまと、んない。ほら、いや、日本大陸からなんか1万年前にドーって流れていって、世界全部ミックスされてみんな同じでしたってなったら、国で成り立てんやろ、神話は。王様必要なくなるやろ。だから、ああやって神話を作ってるわけが、建国の、理念みたいな。それいいね、を踊らされてるっていうのもちょっと古いぞっていう感じですよ。だから結局何信じて何やるかっていうとねって話だけど、確かにそうね。調べていけば分からんだけど、ほとんどみんな調べないからね。だからね、アメリカっていう国の場合はな、アメリカファーストってトランプが言ってるようにな、あれしかやりようがないんですよ、歴史が浅すぎて。で、民族も統一性ないでしょ、もういろんなもん混ざってるから、バラバラでな。日本っていうのは、1万年かけて混ざってるから統一してるような感じやん。アメリカじゃ歴史浅い中にいろんな根結がバー入ってきてるから、もうね、そういう、みんな、なんていうかな、みんなでこう、精神性を高めた世界でこう、手を取り合ってみたいなんじゃ、まとまらんのよ。まあ、アメリカはなんかいろんなものの集合体ですからね、あれはね。歴史が浅いがゆえにアメリカファーストと、自国優先っていうしかしゃあないんですよ。俺は日本の場合は別に日本ファーストじゃなくていいんじゃないの？みたいな。みんなでやろうよ、みたいな。だから、あまりにも日本を守るんだって言ってる人は、ちょっと、間違ってる人。日本は守るんだ、守るんだだ。から、中国が敵だとかな。中国からなんか飛んでくるとかな。中国から攻められたらどうするんだとか、いまだに言ってる人おるけど、そう、王になる感じがええからな。ないんですよ。もうそのセッティングやめるってことになってんねんか。そもそもそれを考えてるだけでシステムに脅かされてるよねっそうていう話人でだす。から。だから結局システムに脅かされてるってことは、その人自身も知識を理解してない、勉強してないからですよそうです。いまだにおるんですよ。ね。でも中勝国手、がで攻もめてくると。それを未だに追って、それを知ってても、あえてそっちでポジションを取ってる人もいるから、なんとも言えないと思うんですよね。だから多分まあまあ、その、桜井よしこなんか悪気があってやってるけどな、あれ、明らかに。でも、悪気がなくてやってる人でも本気で日本を守ろうっていう意識が強すぎると、敵国を作ってしまうんですよね、やっぱ脳内で。だから結局、なんだろう、人間関係も同じじゃないですか。
一方的に相手を嫌うとさ、結局、嫌うのと同じようにさ、一方的にこの、嫌だ、ダメ、NG って言うと、一方的になっちゃうのと同じ仕組みですよね、結局なところはね。全員に対してそんなことになれればいいのになと思ってますね、そう、僕だかは。ら地球としてはそのセッティングはもう終わるってことですからな。根本的に、だからそこがもう、耐えられなくなってくるから、返還していくから、国も関係なく、立場も関係なく、だから、要は、もう僕ですら、もう世界、目線がもう世界しかないから、もう世界しか見てないから、やっぱり、だいぶどんどんみんなが変わってきてるんでしょうね、多分ね。そうなんですよ。変革してき始めてますよね。だから今までは日本、ザ・日本、日本の考えっていう考え方が、どっちかっていうと、抹茶の考えに追いついてきてるっていうのは本音だよね。どっちかっていうとね。今の話聞いてると、どっちかっていうと、抹茶が昔異常すぎて、みんなから迫害されたかもしれないけど、でも、今、そうじゃないですか。だって、感覚がさ、日本人の感覚ではないから、だけど、逆に言えば抹茶の考えにやっと追いついてきてるっていうのが、まとまりだよね、一番はね。多分。まあ、ただな、こういうの見る人も、ちょっと恐怖を煽る方が好きな人、煽られる方が好きっぽい人もいるかもしまあ、結局、れない。そうだから、結局、その考えに至らない人たちは衰退してくるし、現に、その人たちは昔のやり方のままだから、それはね、要は何も、気持ち的なものもそうだし、そのお金とかそういう概念じゃなく、ないところで、要は、ちょっと残念になるよねってすごく思うんですよ。結そう局なんなですとよ。ころね。だ結局、すべては、まあお金で、お金、まあお金も大事ですけど、でもお金という部分の置いといてで、心のメンタルだったりとか、そっちの部分が狂ってくるよねっていうのが現実だよねっていうのは、すごく分かったかな。岸田が辞めるって話をして、今日ね。だから、要はね、恐怖に駆られて動くとかな、欲望に駆られて動くとかな、そういうのが古いってことなんです、俺やってるのは。全然違うんですよ。違うね、確かにね。自分で立つ、自分を律して自分で立つっていうことですから、テーマは。まあ、そうね。だから結局自分改革だからね、全部ね。だから、当然国に何かをこう求めるってこともないし、国に頼るってこともないし。ただ邪魔すんなと。俺らの邪魔すんな、お前らをと。そういう話になってくるんだね、これ。現実的に言うとそういうね、時代で確かにすよ。ね。そういう時だ代から、だ地ね。方はちっちゃくなりますよ。日本、時間かかりそうやな、でもやっぱ、根もう強いです早いか行くんだね。なと思って。根強いですか。日本は根強いですからね。いろんな意味でしがらみが多すぎますから、日本っていうのは。いや、俺全くないぞ、もう。いや、抹茶個人はなくったって、要は日本全体の基盤としては、そこは、要は、建前と本音もあるっていう部分もあるじゃないですか、日お本人もっ基盤のて。上おらんもん、もう最近。全まあ、抹茶く。が異常な気がしますけどね、僕から見るとね、やっぱりいやー、ね。基盤から出た方がええって。基盤から出る人が、本当に心も精神も豊かになって自由な生活を手に入れてる気がしますよ。結局は。結局、基盤に踊らされてるから、結局何も変わんない世界なんだろうなって思いますね。やっぱり役ね。所なんかな、なんか言ってこようのもんなら、それとはもうやめるぞって言うからな、俺。もう明日やめるぞ、お前、ええんか、お前ら。何も言え、だから、まっちゃんも、それを言えるような権利を持ってるわけじゃないですか。もう、そういう状態だから何も言ってこなくなるんですよ。だから、結局そういうものを作るのは大事ですよね。結局のところ、思うのは、言ってきたとしても、それをちゃんときちんとやめると、それをやめた時に大丈夫なんですかって言えるような環境づくりを自分でも持っとくないといけないよいね。やー、違う違う。それは環境づくり以前に、心の準備ですよ。だ心から、の準備？前も言ったけど、俺、今、今日一文なしになったら、俺、すぐ漁師になるからな、もう。やっぱ言って。そういう心持ちですよ、言ってんのは。いや、やっとゼロになった、ハッピーみたいな。そういう心持ちでおらんと、そこよ、言ってんのは。だから、それが頭の中の二刀流ですわ。もう、なんか無敵やってことだよね、確かにね。頭の中で二刀流があるんやと。だそういう感覚の話ですよ、言ってんのは。何もなったとしてもねってことね。なるね。全部楽しいぞと、最高やな。最高の構築始まるみたいな感じ小だ舟ね。一つじゃったら俺は何でもいけるみたいなるほどね。理解してきた、理解できた。な。田舎行ったらじいさんなんか小舟貸してくれるからな、すぐ、そこら辺のじいちゃん。バイバイちゃん売ってくれるからな、もうやるとかな。いいじいちゃん多いからな、本当にな。結局、日本でもああ、そういそういううの感大事だよ覚でな。おれってことですよ。確かに違ね。う？まあ、間違ってないと思いますよ。言ってることは分かりますし、逆に言えば、
で、それを今流な言葉で言うんだったら最低のことを考えろ、想定しろってことでしょ？要だは。からな、うん。雨をしのぐ屋根があってな、うな、ん。うん。お米と魚がと、ちょっと野菜あったらええわけでしょ、味噌汁と。まあ、だから結局最低ね、本当最低限それだけあで十と、分なんだけど。それが本当の幸せやと、本当の。本当の幸せは、美味しいご飯と、美味しい、ゆっくりしたところで、のんびり過ごす、木道のところでゆっくり過ごすのが、本当の幸せですよ。で、そこを自分でちゃんと理解っていうかな、そういう生活をしたいわと思ってれば、何ともないわけですよ、別に。今日やめるぞって言ったったって。結局なんか、みんな、まあね。今日なんかええテーマつけといて、これ面白い、好きな人多いと思うと、今日の話は。今日は結構面白いですよ。岸田のテーマちゃうぞ。岸田のテーマつけたら、なんか、全然話が違うから、これ。ええテーマつけといてもらわんと。でも話の内容としては今日良かったですよ、本当に。だから、どうにでもなるというか、どうにかなるというか、前向きに生きるというか、まあ、そもそもどうにでもなるっていうことになってるんですよ。そうです飢え死にね。はせんから言っとくけど、よういろんな人おるけど、まあ、まっちゃんもいろんな人と会ってるしね。海ってちょっと潜ったら貝なんかいっぱい取れるからな。まっちゃんは海の世界のことよく知ってるからね。いや、それは畑の人もおるでしょ、それは。まあ、だから、要は、結局そこって一つのことに集中することが大事なわけですよ。って思うよ。結局、なんかのばん、なんだろうな、その、すべてにおいてそうだけど、まっちゃんはもう、釣りというのは、とことんまで見てるわけじゃないですか。で、何があればもう水のところでも何でも分かってるわけじゃないですか。自然界のことだったりとか。だからだと思いますけどね。だからね。だから今やめたお店でそっち行けばいいじゃんと思えるから楽なんじゃないや、俺、いけるだけで嬉しいわ。もうハッピーですなの。か。でしょ？だから、もうその領域に行かないといけないの、みんなが。だから結局、この領域でこれやってれば、もうめっちゃ楽しくって、なんか失ってもいいような環境にならないとダメだと思うよ。本当いに。や、俺やったらもう借金思いっきり抱えたまま田舎行ってね、取りに来れるもんやったら取りに来いと。うわ、怖え人だわ、ほんと。何とも思ってないから。そもそもそんなもんに価値があると思ってないから そういう相手にかかったらもうかなんど相手も、ほんま、無役理所だも銀行ね。も。いや、もう勘弁してくれもうと。どうしようもない相手や What you 勘弁してください。僕も開けてますよ、みたいな、そんな状態 そうでしょ？やっぱ、役所っていうのはな、民間の人の困ってる姿見て喜んでるからな、あいつら。言い方な。まあ、間違ってないけどさ。民衆がおののいてるの見て、あたふたしてるの見て喜んでるからな、役所のやつって。まあまあ、そうだ、間違ってないですそれをな。あたふたせえへんやつなんかおったらもう無敵でしょ。そうそね、れがどうしたみたい無敵ですね。な。俺はもうさっさと田舎引っ込むぞ、みたいな。無敵でございますね。本当にね。お宅住民票はって、いや、僕船の上住んでますから、みたいな。本当ね。知るか、そんなもん、みたいな。面白い。まあ、そういう話で、なんか話がよくまとまらなかったけど、今日はええ話やぞ、多分。ちゅうか、俺の好きな話、これ。やって待っての顔が違うからね。大好きな話、こういうやつ。大好物の話になったね。だから、みんなで集まって遊ぶときは、俺、こういう話する人が好きやねんな。やっぱりね。こういう話する人。だから未来の話が大好きなんだよね、多分ね。これ、もうめちゃめちゃ楽しい話やから。未来って。これ、話聞いてては。ね、叶えられへん話じゃないやん。すぐ叶えれるいやいや、話。すぐ、だからすぐ自分の気持ちの問題でしょうか。って思う。ただ単に自然の中いかいだけやな。そう、自分の気持ちの問題ですからね。だから本当にね。まっちゃんにとってはこういう話は大好きなんで、ね。なかなかできる人いな俺いけのど。一番好きな話、こんな感じ。でもなかなかいないけどね。こういう話せるのはね、でもね。大体毎回見てるとはちょっと分かってると思うよな。あ、こいつこういうやつ、こういうの好きやねん、と。でも、これ聞いてる人もせやけどな、これで頭の中、脳内書き換えだいぶ進んでると思うんでね、この感覚通りも、ほんと、なんともないからな、もう。楽しくて楽まあしくて。ね。まあ、俺も楽しいことやってるから、今なんか、すげえ充実してますから、毎日がだって飽きないですからね、やっぱ好きなことやってるときは一番ね。まあ、ただ楽な、しいですよ。これをやっぱり、こういう感覚をいろんな人にも持ってもらいたいし、実際体験するっていうのをこれからやるかなと思って。やっぱ面白いな、やっぱな。面白いですね。もうなんかもう、なんていうかな、頭の中、年中ゴールデンウィークみたいな。ハハハハ
そうですね。うん。まあ、やらなあかんことやらなあかんことやあんねんけど、もう少しはい。ずつそんな、なんていうかな、うん。こう、これも覚悟ですよ、ある意味。そうね、覚悟ですね。うん。ね。これもあうん。る意味覚悟なんですよ。うん。覚悟だと思いますよ。所詮持ってるもんも、頭の中でこびりついてるもんも、無駄なもんばっかりですからな、ほんまに。ほんまよ。みんな無駄なもん抱えて沈んでいくんですよ。重みみたいな。守るもんの。確かに。そうですね。ねえ、本当ですよね。重みみたいかんやでな。だやらから、ないといけないですね。軽くうん。しとかなあかんやな、だからな。そうですね。軽くしないと。はい、じゃあ今は日はありがとうございまし話た。が進みませんが、こんな感じでよろしいでしょうか。大丈夫でございます。はい、ありがとうございます。いつも。はい。こんな感じで今日は終わりに言います。では、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いしまあいす。や、今日、あいちゃん全然やる気ないな。ありますよ。失礼だな。本当に。最後に、もう一回、もう一回、もう一個。はい。じゃあまた来週もよろしくお願いします。はい、はあい。りじがとうごゃざいます。あ、アイはい、さよさん、な失礼しら。いいテーまマつけす。といてな。はい、OK です。